ファルカシュ・ベルタランは、初のハンガリー人宇宙飛行士で、宇宙に行った初のエスペランティストでもある。現在は、エアラインズサービストレードの会長。チャールズ・シモニーによって宇宙に行った、唯一のハンガリー人ではなくなったが、シモニーは、宇宙旅行者だったので、ファルカシュは2010年現在もハンガリー人唯一の宇宙飛行士である。グラハザに生まれ、 1969年にソルノクのジョージ・キリアン航空学校を卒業する。その後ソ連のクラスのダール軍事航空研究所に入り1972年に卒業する。大学で資格を得た後、ファルカシュはハンガリー空軍に入隊し、巡庄まで昇進する。1978年に宇宙飛行士に志願し、インターコスモスの 第5国際プログラムの一環として宇宙飛行士に選抜される。1980年5月26日、ソユーズ36号ミッションでソ連のワレリー・クバソフと共にバイコヌール宇宙基地から打ち上げられた。宇宙では物質科学の実験を行った。7日1 0時間45分滞在、地球124周を行った後、クバソフとファルカシュは、 ジェスコスガンの南東1 4 0トルの地点に着地した。1980年6月30日、ソ連邦英雄を受訓。既婚で子供が3人いる。趣味はサッカー。彼はハンガリー民主フォーラムのメンバーであり、2006年ハンガリー議会選挙ではボクティロロントザ選挙地区で立候補した。ありがとうございます。